さて先週県内で熱中症で救急搬送されたのは35人で先々週に比べおよそ2.7倍の増加となりました県消防救急課によりますと今月22日から28日の間に熱中症で35人が救急搬送されこのうちのおよそ半数が75歳以上の高齢者だったということです また19人は自宅で熱中症になっています県消防救急課は屋内にいるときは室温が28度を超えないように調節することやこまめな水分補給が大切だとしていますまた雨の日が増え湿度も上昇しています湿度が高くなると熱中症にかかりやすくなります 新型コロナウイルス感染予防のためのマスクも体温が上がりやすくなるため熱中症のリスクが高まります県では人との距離が十分に取れるときは適宜外すよう呼びかけています